トカッポコはニュージーランドの南東にある湖。マッケンジー・ボンチの北端に位置し深きことオハウこと平行する湖。マッケンジー・ボンチに位置する3つの湖の中で最大面積の湖である。面積は83平方キロメートルあり、海抜700メートルに位置している。湖水は氷河が削った岩石の粉が溶け込んでいるために青緑色をしている。トカッポコは 北方の南アルプス山脈に水源を持つゴットレー川によって水が供給されている。湖周辺は人気の高い観光保養地であり、湖の南に位置する町には数軒のリゾートホテルや飲食店がある。長距離バスの停留所が設置され、休憩地にもなっているため、外国人観光客も立ち寄る機会が多い。町の北側ジョン山に、 マウントジョン天文台が設置されている。トカッポコの元々の流出河川は南端のテカポ川である。1938年に発電所の建設工事が始まり、当初は1943年に終えられる予定だった。しかし、戦争のために建設工事は1942年に停止された。同時に下流のワイタキダムへの流出量を調節するために、 制御ゲートが建設された。工事は1944年に再開され、デカポエーとして知られる発電所とともに1951年に竣工した。湖からの水は発電所へ向かう町の地下の1 4キロメートルの水路を通って迂回させられたが、もともとは川に戻されていた。1970年代のアッパーはいたき、水力発電計画による開発で、 水は、現在は、深き湖畔のテカポ B に通じる 26km の運河へと流されている。テカポ A には、1986年のダービンの故障の後、元のものより、効率的に設計され高出力な新しいカプラン水車が設置された。今日、この発電所は、25.2メガワットの能力の発電機から、ネオ平均160ギガワットを生み出している。 この発電所の有効落差は30.5メートルである。テッカポコハンには前期羊会の教会が所在しており、この教会は1935年にマッケンジー地方で2番目に建てられた教会である。なお、この地方の最初の教会はバークスパスの峠2872年に建てられたセントパトリック教会であり、それは聖功会。 長老派そしてカトリックの開拓者による協力で建てられた教会だった。前期羊飼いの教会は地元の芸術家エスター・ホープによる死体に基づき、クライスト・チャーチの建築家 RSD ・ハーマンによって設計された。この教会はニュージーランドで最も写真に撮られているものの一つと推測され、驚くほど美しい湖と山々の眺めを枠に収める祭壇の窓が 特色になっている。ありがとうございます。